アムンディエビアン選手権最終日14日エビアンリゾート GC フランス6523ヤードパー71海外女子メジャーの最終ラウンドが終了した首位と1打差で出た古江彩香が1イーグル6バーディ2ボギーの65をマークトータル19アンダーで逆転し自身初のメジャータイトルをつかみ取った厳しい戦いだった 前半で2つ伸ばしたものの、後半に入ってからは失速。一筋違いでパットが入らない場面が目立ち、12番でのボギーで一時は首位と3打差がついた。しかし、終盤から、震え劇場、の幕開けだった。まずは14番パー3で10メートル以上のパットをねじ込むと、15番でも再びロングパットを叩き込んだ。16番パー3はグリーン右の傾斜を利用して、 金まで約1.5メートルに来たり、勝負どころで怒涛の3連続バーディを披露した。首位と並んで迎えた最終18番パー5では、スーパーショットを披露した。ファーストカットからの二打ち目がギリギリ池を越えて、2ンに成功。約4メートルのイーグルパットをねじ込んで文句なしの勝利を決めた。終盤5ホールで5つ伸ばす回進撃。 涙を流しながら偉業達成の喜びをかみしめた。米ツアーでの勝利は2022年、トラストゴルフ・スコティッシュ女子オープン以来2度目。樋口久子、渋野日向子、笹生優花に続く日本勢4人目となるメジャー V の快挙達成となった。岩井明恵は68をマークし、トータル9アンダーでメジャー自己ベストの10位タイ。西郷真央はトータル4アンダー。 35位タイ、山下美夢はトータル3アンダー、39位タイ、西村優菜がトータル2アンダー、44位タイで4日間を終えた。